東北の太平洋側で多発する大規模な地震。政府の地震調査委員会などが公表している想定を詳しく見ていくと、今後も大規模な地震が頻繁に発生するリスクがあることが分かってきました。中には2011年の東北地方太平洋沖地震に匹敵するような規模の地震や、アウターライズ地震と呼ばれる危険な地震もあります。今回は日本海溝でこれから起きると想定されている地震を詳しく見ていきます。マグニチュード7の地震からマグニチュード9の地震にかけて順番に見ていきます。まずはマグニチュード7クラスの地震です。プレート境界で発生するマグニチュード7クラスの地震は全部で6つ想定されています。最も北の青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート境界では、気象庁の詳細な記録が残っている1923年から2011年の東日本大震災までの88年間にマグニチュード7クラスの地震が10回発生しています。この地震の平均発生間隔は 8.8 年で、今後30年以内にマグニチュード 7.0 から 7.5 の地震が発生する確率は 90% 程度以上とされています。これは与那国島周辺と並んで国内で最も高い値です。その南に位置する岩手県沖南部では1968年にマグニチュード 7.2 の地震が発生していますが、この他には2011年3月11日の巨大地震を除いて大きな地震は発生していません。この場所で今後30年以内にマグニチュード 7.0 から7.5 の地震が発生する確率は 30% 程度です。 30% と聞くと低く感じるかもしれませんが、海溝型地震の発生確率は 3% 以上でやや高い、 26% 以上で高いとされています。これは地震の発生頻度が完全に一定ではないためで、確率が 100% になることはなく、大きな数字が出ない地域も多くあります。岩手県沖南部の南に位置する宮城県沖では、1923年から2011年の東日本大震災までの88年間に、マグニチュード7クラスの地震が6回から7回発生していて、最近では2005年にマグニチュード 7.2、 2011年の3月9日にマグニチュード 7.3 の地震が発生しています。平均発生間隔は 12.6 年から 14.7 年で、今後30年以内の発生確率は 90% 程度とされています。また宮城県沖の中にも含まれますが、宮城県沖の陸寄りでも繰り返し大きな地震が発生していて、1897年以降だけで4回確認されています。この地震の平均発生間隔は38年で、今後30年以内にマグニチュード 7.4 程度の地震が発生する確率は 70% から 80% とされています。福島県沖では1938年11月5日の午後5時43分にマグニチュード 7.5、午後7時50分にマグニチュード 7.3 の大きな地震が発生していて、今後30年以内に 50% 程度の確率でマグニチュード 7.0 から 7.5 の地震が発生するとされています。また茨城県沖では1923年から2011年までの88年間にマグニチュード7クラスの地震が5回発生していて、平均発生間隔は17.6 年、今後30年以内に同じような規模の地震が発生する確率は 80% 程度とされています。房総沖ではプレート境界で発生したマグニチュード7クラスの地震は知られていません。ただこれは今後も発生しないという意味ではなく、プレート境界がある以上常に大地震のリスクがあると考える必要があります。続いて沈み込んだ太平洋プレートの内部で発生するマグニチュード7クラスの地震です。このタイプの地震はスラブ内地震と呼ばれています。この場所では
1923年から東日本大震災までの期間にマグニチュード7クラスの地震が3回から4回発生していて、平均発生頻度は22年から 29.4 年に一度、今後30年以内にマグニチュード 7.0 から 7.5 の地震が発生する確率は 60% から 70% とされています。ここからはプレートの境界で発生するマグニチュード8程度の地震を見ていきます。青森県東方沖および岩手県沖北部のプレートの境界ではマグニチュード8程度の地震の平均発生間隔が97年で、マグニチュード 7.9 程度の地震が今後30年以内に発生する確率は 8% から 30% と高くなっています。岩手県沖南部のプレート境界ではこの領域のみを震源域とする巨大地震が発生していたかどうか不明なため、発生確率は不明です。宮城県沖のプレート境界では2011年に発生したマグニチュード 9.0 の巨大地震など3つの地震から平均発生間隔は109年とされていて、今後30年以内にマグニチュード 7.9 程度の地震が発生する確率は 20% 程度とされています。福島県沖から房総沖ではそれぞれの領域のみを震源域とする巨大地震は確認されていませんが、今後発生する可能性は否定できません。そのため発生確率は不明とされています。またマグニチュード8クラスの地震は日本海溝よりも陸地から離れた場所でも想定されていて、このタイプの地震はアウターライズ地震と呼ばれています。この場所では1600年以降に一度だけ大きな地震が発生しました。1933年の昭和三陸地震です。陸地から離れた場所で発生するため陸地での揺れはそれほど大きくなりませんが、場合によっては東日本大震災クラスの津波に襲われる恐れもあります。この場所で今後30年以内にマグニチュード 8.2 前後の地震が発生する確率は 7% とされています。ただアウターライズ地震はプレート境界の巨大地震の後に続けて発生することがあります。2006年には千島海溝のプレート境界で発生したマグニチュード 7.9 の巨大地震の2ヶ月後にすぐ近くでマグニチュード 8.2 のアウターライズ地震が発生。1896年に日本海溝のプレート境界で発生した明治三陸地震の38年後にもアウターライズ地震とされる昭和三陸地震が発生しています。このようにプレート境界の巨大地震から数十年後に発生することもあるため、長期間にわたって注意が必要とされています。最後が最大でマグニチュード9に達する超巨大地震です。日本海溝周辺ではこの規模の地震が3つ想定されています。日本海溝の北部では最大でマグニチュード9.1 の巨大地震が発生する可能性があり、過去の津波の記録から切迫していると考えられています。その南では2011年の東北地方太平洋沖地震と同じタイプの地震が想定されています。津波堆積物の調査などからこのタイプの地震は過去3000年の間に5回発生したと考えられていて、発生間隔は400年から800年とかなりばらつきがありますが、最も新しい地震からまだ10年ほどしか経っていないため、今後30年以内の発生確率はほぼ 0% となっています。ただほぼ 0% でも発生する可能性は否定できません。最後が日本海溝寄りのプレート境界です。この場所では1600年以降に2011年の巨大地震を含めて4回の巨大地震が確認されています。この場所ではマグニチュード 8.6 から 9.0 の巨大地震が発生する可能性があり、今後30年以内に発生する確率は 30% 程度と高くなっています。このように東北地方の太平洋沖では数多くの地震が想定されていて、発生確率の高い地震も多くあります。
2011年の東日本大震災以降、各地で地震が起きやすくなった可能性があり、想定されている発生サイクルよりも短い間隔で発生する恐れもあると考えられています。一度大きな地震を経験したから大丈夫と油断せず、常に地震リスクの高い状態が続いているということを忘れないでください。